次回の世界遺産は山岳鉄道で行くスイスアルプスです。深い谷にそびえる断崖、高さは300メートル。夏、雪解け水が絶壁を一気に流れ落ちます。4000メートル級の山にも鉄道でアクセスできます。待ち受けていたのはアルプス最大の氷河。そこに夏だけに現れる青く澄んだ湖が、世界遺産山岳鉄道で行くスイスアルプス。19日午後6時。